ミッドナイトウォーズのベータナイト日本。こんばんは、ミッドナイトウォーズのゆうやです。ゆうやです。ミッドナイトウォーズのベータナイト日本はハロプロ関係の時事ネタや雑談を15分間くらいお送りするラジオ形式の番組となっております。週替わりでメインパーソナリティを変えて、基本は2人1組で毎週金曜日にお届けしてまいります。今回のメインパーソナリティは、何も考えてなかった。ゆうやです。よろしくお願いします。お願いします。全く何も考えてなかった、ここのところ。そんなでいいわけあるか。何にしようかな。ポケモンのね、最新情報が今たった先ほど、つい先ほど公開されましたけど、皆さん見ましたか？ポケモンのスカーレット・バイオレットのね、最新情報ですけれども、まあ、あんまりね、ポケモン興味ないよっていうハロータの方いると思うんですよ。はい。ただ今回のポケモンはスカーレットとバイオレットですから、やっぱハロータとしては少しでも、少しね、ちょっと今までのポケモンとはちょっと話が違うぞと。確かに、まあ、スカーレットにはね、ハロプロゆかりがありますから、そこそこ胸騒ぎですね。そうですね。だからちょっと胸騒ぎの方がね、してるオタクの方いらっしゃるかもしれないですけれども、はいはいはい、ね、ちょっとやっぱもう僕なんかはやっぱり生っ粋のポケモントレーナーなんで、まあね、今こう雄大の家にはたくさんポケモンベーゲルミありますしね。そうなんですよ、今映ってるんですけど後ろに、うん、それでいくとね、最近新入りがね、こう、あ、誰ですか新入りは。このポッチャマンね。最近ポケモンセンター京都で、うん、ちょっとこいつ連れて帰ってきたんですけど、だいぶ大きなポッチャマンを連れて帰ってきたんだ。そう、ふわ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 してて、こいつ抱き心地がいいんですよ。もうベッドがポケモンまみれになっちゃって。確かに困った。どっちが寝てるのか分かんないよね。いや本当に、普段はだってポケモンたちの方が寝てること多いですから。僕は夜中にしか寝ないんでね。確かに。そう、ポケモンたちは僕が学校行ってる間にももう寝てるんで。はい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 。まあどっちかっていうと僕がね、お邪魔させてるみたいな、お邪魔させてもらってるっていうような形に なるのかもしれないですけれども。うん。さあ、こんなもんでいいですか、オープニングトークは。全然いいですよ。僕いつもね、グダグダなんでね。さあ。だから、そう。今日のメインパーソナリティはの時に考えてるからね、いつも俺は。いや、そうだ、俺もそれで考えようと思ったけど、ちょっと間に合わなかったっていう。わかる。ね、ところなんですけど。デミケさんもね、事前に考えてるでしょうからね。デミケさん、ラジオ好きなんでね。そうだよね。まあ、ラジオ好きだ、まあ、そこ関係あるのかなっていうところはありますけどね。ラジオ好きだとそうなるのか、ちょっとわからないですけれども。さあ。そしてはこちらのコーナーから今週も行こうと思うんですけれども、はい、ちょっとリバイバル企画で先にこっち行こうかな。ハロプロナイナイ。こちらのコーナーは毎週リスナーの皆さんから送られてきたハロプロには起こらないであろうハロプロナイナイを紹介するコーナーです。さあ、懐かしいですね、この感じも、この文を読むのも。BGM が違うからね。そうそうそう、間違えないでね。ピーちゃん、これ間違えないでくださいよ。いつものテーテレテレテレの方じゃないですからね。さあ、それでは早速読んでいきたいと思うんですけれども、ラジオネームたぬき。20歳の場合べで離婚したお父さんからの手紙が読まれる。おー、そのわしやないか。わしやないかい。おい、ハロメンってお父さん離婚してる人、両親離婚してる人とかいんのかな。いるんじゃない。いるでしょ、あんなにいたら。60人もいんだよ。まあ確かにな、最近はもう3組に1人の夫婦が離婚するっていうしな。うん、って考えたら20人ぐらいは離婚してるわけでしょ、親と親。多すぎだろ、そんなわけないだろ。めっちゃ多くね。どこで。え、でもそうじゃね、だってそうだよ、だってさ、30だって3人に1人でしょ。3人に1人も離婚してるの。3人って1人か、3組に1人でしょ。そうなんだ。じゃあさ、マジで60人いたらさ、
20人親離婚してるやん。あの段階があるからね、結構その子供の段階でさ、あじゃあもういっかってなる場合が多いんじゃない。結構こう独り立ちしたらじゃあいっかっつって。やばいよ、だって日本の夫婦の離婚率 35%。 2018年のデータだな、ちょっと古い、ちょっと古いけど。マジか。だからそうだな、まああれじゃん、ユダヤあれ堂々とあれ言ってるけど、実は普通っていう、あれ実はマジョリティっていう説ある。マジかよ、サイレントマジョリティ。マジか。でもさ、ほんでもクラスにそんないなかったけどな。でみんな言えないんで。だってクラス40人いたら 35% ってことは13人だよ。そうだよな、13人親離婚してるでしょ。いや俺そんなには仲間いなかったぜ。そんなには仲間いなかったもん。続いてというか、ちょっともうあのさらっと紹介したいんですけど、あのハッチーがね、うん、あのいろいろ内々送ってきてるんですよ、うん、ただあのハッチーもその就活能になってるのか知んないけど、なんか就活関連のやつばっかり送ってきてるわ。いいよ。3回目の就活センセーション神話、3回目。3回目のこれもう語呂が悪いもん。しかももう3回目の面接神話では役員面接とかあるんでしょ、ね、もう語呂が悪くて、ね、歌えないですけどね。弊社ファクトリー新曲涙の内定取り消し劇。内定取り消しは聞いたことないけどな。うん、涙の内定取り消し宣言、弊社の代わりはいるでしょうね。もう就活ね、ハッチーも頑張ってほしいですけどね。終わったんじゃない、どうなんだろうな、全然知らないかな、そのこのミッドナイト坊主の就活事情しか知らないからな、本当に俺なんか特に。4人みんなで共有するものじゃないよ別に就活は。っあなたたちしてるじゃん結構。いやもうそれそうよ、戦ってんだから一緒に。いやいい仲間ですよね本当に。さあっていうね、まああの懐かしいコーナーはこの辺にしといて。全然ハロプロ内々じゃないんだけど。大丈夫、もう少しハロプロ内々あったでしょ。いやいや、ま、任して任して、ハロプロランキング戻るから。じゃあまあ、戻るのね。そう、戻る戻る。ハロプロ、みんなだってハロプロランキングをこぞって送ってきてくれてんだから。ピオノに任せるわ。そう、そっちを読まないとやっぱ。ということで、ハロプロランキング。さあ、こちらのコーナーは空想でハロメンがこのランキングなら1位だろうというお題を毎週リスナーの皆さんに送っていただき紹介するコーナーです。さあね、ちゃんとねハロプロランキングを読んでいきたいなと思いますよ。はい、お願いいたします。ラジオネームブルーレット置くだけ。単三電池と単四電池間違えて買うランキング第1位、有沢一華。なるほどね、有沢ちゃんですね。まあまあそうでしょうね。まああとは単純に前田心さんとかも単三と単四の違いとかも分かってなさそうですよね。そうだよね。一億さんも、いや一億さんはなんか電車のやってるから分かりそう。そうプラレールとかやってそうだから分かってそうだよな。そうだな。あとパンダさんとかはその電池のことを最悪食べ物とかだと思ってそうだよな。パンダさんもうね今高校2年生なのよ。高校2年生なのか、え高校2年生。あそうだよね、だから俺の妹と同い年なんだよ。だからそうそうそう、もう高校2年生だから、さすがにね、さすがにか、さすがにもう一華有沢か前田心さんまでにしていてほしいよね。いや待って、でも一華有沢と前田心さんの方が年上ですよね。上ですね。え一華前田心さんは20歳で、そうですね、一華有沢は今年大学1年生の代じゃないですか。え第一夜の人多分そうだよ。ちょっとあの人大学1年生なの？の年だよ。そうマジ？ちょっとそれは衝撃ですね。まあでもまあ
それ相応でしょ。そう、まあでもまあ、そう、有沙なんて特にこのね番組というかこのラジオだとやっぱそのボケの方というか、うん、ちょっとドジっ子みたいな方がやっぱフィーチャーされちゃいますけど、はい、はいはい、実はというか普通にあの人その才色兼備というかもうね、うん、とんでもない逸材ですから、バイオリン弾けて英語もペラペラでみたいな、で音楽もね、うん、その何音その歌が上手いとかさそういうレベルじゃなくて、なんかその音楽理論というか作曲とかもだってあの人するでしょ、なんかドラムがとか言うじゃない。ただやっぱでもね、なんだろうな、あの喋るとバカなんだよね。そうなんだよ、ライブでもね、 MC とかでもこの前の稲葉真奈さんの卒業コンサートの時もあったらしいですけど、うん、あなた見てないの、喋るとちょっとねボケが出ちゃうというか。そうだよ、だからあの炭酸と炭酸の違いは知ってて、あの炭酸電池を買いに行ったのに家着いて袋開けたら単4電池とか、そういう間違い。確かにそれ一番でもタチが悪いよな、そういうのがな。そう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 、言ったじゃんってね。あってな。すいませんって。すいません。あ、似てるな、今の似てたな。今の良かったですね。はい、ラジオネームハッチ、見逃し三振のことジャストルッキングって言いそうランキング第2位野中美希ですね。あー、なるほどね、知るか。まあまあ英語確かに有沙よりは言ってそうだわ。確かにチェル英語一気でするからな。あとあのこの前さ、俺の何友達っていうかあの知り合いが言ってたんだけど、うん、あの帰国子女の人、うん、帰国子女あるあるで、これあの英語喋るとき表情が明るくなるっていうのがあって、そのあるあるめっちゃいいなと思ったんだけど、そうだから典型的なそれってことでしょ、だから野中さんは。確かに、まあでもなんか日本語も英語っぽく喋っちゃうよね、チェルに関してはどうしても混ざっちゃうというか、幼少期が向こうだとそうなっちゃうのかなって、ね、たまに思うけど、うん、でもちなみにこの第1位はあの近藤アナウンサーですね、日ハムの。あのマキロマリアじゃないの。いや違うでしょ、日ハムのあのね、あれを担当してくれ試合の実況を担当してくれてるあの近藤アナウンサーですよ、いつも。まあ、それは分かるけどね。ジャストルッキー、イッツゴーンのね、あのやつですよ。イリー。そう。ゴーン、グーパイのね。もうそれ、ね、分かるな。そうそうそう。ね、あのメジャーリーグ仕込みの実況してくれるやつね。いいよね。そう、やっぱ。ツースリーからの、ね、ペイオフピッチって言ってくれるからね。いいですよね。うん、まあ、いつかね、まあ、マリアも結構日ハムのその解説とかにさ呼ばれてたりするじゃん、うん、本当に。そうね、開幕の解説とか呼ばれてたりするからね、本当に、まあ、映えるからねマリアは。そう、すごく、その流れです。野中さんもね、こう牧野マリオさんの同期のつって野中さんが出てね、じゃあちょっと次の見逃し三振行ってみますかみたいな。いいんですかって言ってね。うわ、良さそう、ジャストルッキング。でもチェルやっぱいい感じに滑るから、うん、だからあれアナウンサーの人がそれを収集するのか、こうあのマリアみたいにさ、あの垢抜けた滑り方じゃないからさ大変よ。垢抜けた滑り方っていうのは何なのそれは。あのなんかもうだってマリアはさ誰も助けられないどうしようもない滑り方だからさ、逆に面白いじゃない。そうだって分かんないもんね、だって意味が分かんないからな。マリアの言ってことあんまり。でも完全にやりきるけど、チェルはやり終わった後ちょっと不安そうな顔しちゃうから、多分アウェーだと特に。そこ大変よ、収集。そのまま CM に行ってもらわないと厳しそうですね。そうそれは完璧だよね、うん、スイッチャーさんが完璧。その時の表情を映してほしいな、なんか。
チェル映してね、いい感じに。英語を言ってるからちょっと明るい表情してるってのはまあありますよ、うん、まあ、パッと明るい表情で、ね、してますね。こちらの番組は Boys Be Beautiful Lips の提供をお待ちしています。ミッドナイトボードのベータナイトニッポン。ミッドナイト坊主のベータナイトニッポン。今週のハロプロ、さあ、今週も大人気コーナー、今週のハロプロやってまいりましたけれども、はい、今週はまあ大きく2つ、ニュース紹介したいと思います。まず1つ目がですね、ちょっと残念なお知らせなんですけれども、ツバキファクトリーの吉本夢乃さんがちょっと病気に、ね、なられてしまったというところで、活動をちょっとお休みしてねっていうところですね。何ていう病気でしたっけ。肺血栓塞栓症でしたかね。なんか肺とかな、なんかあんまり経験したことないけど、なんか結構重い、なんか重症化したら結構やばいみたいな。まあ、これ何かっていうと、まあ、俗に言うエコノミークラス症候群みたいな、聞いたことありません？ああれか、飛行機の。そう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 。でこれ、まあ、何かっていうと、その、まあ、肺なんていうの、血栓、血の塊がこうできちゃうわけですよ。うん、血栓だからね、はい、そうそう、それがこう、まあ、足の方で、下半身の方でできちゃう、できた血栓がこう血管をのに乗ってこう肺まで行っちゃったよっていうような、まあ、病気なんで、病気というかあれなんですけれども、まあ、これはだからそのなんていうの、エコノミークラスってだから狭い飛行機とかでこう長時間じっとしてたりするとこう血の、ね、流れが悪くなって、で血栓ができちゃうからみたいな、エコノミークラス症候群っていうてたりね、言われたりするらしいんですけれども。なるほどね。まあだから結構、そうだから、その頻繁に起こるというか、起こるっちゃ起こるんだろうけど、その、まあ、エコノミークラス症候群っていうぐらいだから、うん、まあ、ただちょっとそのまあ本当に最悪の場合はね、死に至るみたいなところもありますから、血の巡り、そう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 、まあ、ただなんか全ての病気とかが最悪の場合死に至るみたいなところありますから、結局、ね、そうそうそう、だからちょっとまあそれは分かんないですけどね、ちょっとだから安静にしてっていうね、うん、ちょっと大事にしてほしいですけれども。そう、ね、まあ、だからね、やっぱあれだと思うんだよね、そのハロプロのメンバー働きすぎだと思うんですよね。確かに、やっぱそうか、まあ、飛行機とかも乗る機会もね、あるでしょうしね。だ今回のそのシティサーキットなんかは特に結構全国各地飛び回ってたじゃない、うんうんうん、結構それこそ本当に沖縄とかさまで行ったり、北海道沖縄みたいな、うん、相当やっぱ本当に日本全国行ってたと思うんで、やっぱ移動もね、うん、新幹線とか飛行機とか多かったと思うんですけれどもね、だからちょっとやっぱ岸本さん、しかも普段あんだけねトレーニングねしてる方ですから、そこそこ、はいはい、まあ、しかもそもそもね、やっぱライブとかやるには体力とかも必要でしょうから、うん、そもそも基礎体力というかそういうのはあると思うんですけど、まあ、やっぱそういうマーティンがさ、うん、だからその岸本さんの代わりにフロントレインズやってたよね。フロントレインズ、うん、やってたね。うん、なんかいいよね、やっぱり岸本さんいないとツバキファクトリー、やっぱこうなんていうのかな、ツッコミ不在になっちゃうから、どうしても本当誰もまとめられなくなっちゃうもんな、ふわふわしたままどっか行っちゃいそうだもんな、本当に上2人がふわふわしててさ、うん、それに次ぐ谷本さんもふわふわしてんだからさ、そう歯止め効かないもんな、ね、あのグループ、ちょっとね、だから岸本さんはちょっと写真集もね出すっていうね、結構いい時期なんですけどね、その確かに確かにね、シングルとかも出て、はいはい、みたいな、ちょっといい時期なんですけど、
ちょっと体調が悪くなってしまったということでお大事にしてほしいですけれども。ねえ、本当にとにかく治してね、元気になってまた戻ってきてほしいよね。そうですね、あの力強いね歌声をまた響かせてほしいところであります、はい、さあそして2つ目が、こちらおめでたいニュースですね。おめでたい、ロックインジャパンフェスティバル2022アンジュルムがね出演しますよ。よいしょ、おめでたい。いやー結構待たされた発表でしたけれども、確かになんかね、もうなんか一次二次募集とかもう終わってるからね。そう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 、もうなんかできメンバーというかその出演アーティストできたのかなと思ってたところで、今週の水曜日にアンジュルム、うん、8月の12日ですねに出演が決定いたしまして、うん、非常におめでたいことなんですけれども、それに伴ってあれが来ましたね、 LINE が来ましたね、僕のお友達の、まあ、何回か動画に出てるあのグエンから動画、おめでとうっていう、アンジュルムおめでとうっていう LINE が来ましたね。なんかそうあれだね、やつはロックが好きだから、そうそう、彼は普通にそうミュージシャンというか結構バンドとかが結構好きで、うん、だからそもそもロッキンとか興味 あるタイプなんですけど、なるほど、そうだから今日だから12時過ぎぐらいにアンジュルムロッキンえぐいおめでとうって来ていや行きたい、行きたいな、なんか結構ね人気らしいよその日は。日本の今の日本のロックシーンに立ち会ってほしいって言われたもん俺重っ、そう重いな。だから同じ日にあれなんで結構ワンオークとかも出るんですよ、ワンオークロック。それがバカでかいんだろうな。そうそうそう、だって俺ですら聞いたことあるもん、そのグループな。そうだからそこでそのもうワンオークとかと同じステージに立つのはやっぱやばいわっていうのが来て、でもなんかさ何万人かがさ大気盤制でバーンって飛ぶのやばくない？やばい。その結構さオタクはさ、そのもちろんそのアンジュルムが ロッキンのこの野外で外部のフェスにこう呼ばれて、でっかいフェスに呼ばれて、うん、アンジュルム結構世間的にも来たかみたいな感じだと思うんだけど、うん、多分それよりもそのもともとそのロッキンとかを知ってる人たちはこのメンツにアンジュルム並ぶのみたいな。なるほどね、ここの中にアンジュルム入って対等にやり合えんだみたいな、多分感覚が多分彼らの方があるんですよ、うんうん、俺らはさそんなにないというか、うわあのバンドと同じ日だわみたいな、あのバンドと同じステージ立つのかっていうよりかは、やっぱアンジュルムがロッキンに立つっていうこと自体がちょっとすごいなって思ってるじゃん。なるほどなるほど。そうだから多分まあ、もちろんオタクも興奮してるんだけど、うん、多分その僕の友達のグエンも相当興奮してますね。グエンね、そうだから彼はね13日狙いらしいんですけど、はいはいはい、ちょっともし都合が合えば12日もね攻めようぜっていうところで言ってるんですけれども、そうなんかモーニングも出るかもしんないしね。そうそう、まだな、こうなるとまだちょっと分かんなくなってきますよね。うん、うわーマジか。そうアンジュ、うわーさすがに行きたいな。まだ2ヶ月先だから。そうさすがに行きたい。どうにかできるでしょ。さすがに行きたいこれは。なんかの顔。さすが行きたいねっていう顔これ。いや。さすがに行きたいねって顔してます半分行かないやつの顔なんだよ。いやいや、これはマジで行きたいわ。でもいやもう行きたいじゃなくて行けんだよもう。これだからでもだからその抽選とかでチケットのね、また、うん、なんかパッと見ね、そのやっぱ何チケットの仕組みがちょっとパッと見じゃ分かんなかったんだよね。なんかハロプロのハロコンとかの単独とかのやっぱ日じゃないから、規模とかも、うん、そうね、なんかそう入場時間っていうの、なんていうの、整理券みたいなんでこう、うん、見たいさバンドとかの時間帯に来るっていう、その駅がもうパンクしちゃうから、うん、一気に来られると
近くの。だからそれでまた整理券とかあって、なんか 前の方の優先席がどうたらこうたらみたいなのもあるし、うん、タイムテーブルとかまだ分かってないでしょ、だって、うん、そうだからちょっとまだちょっとあなんかあ難しいっていう、ね、そのフェス初心者なんでやっぱだね。そうそうそう、フェスは行ったことないな。ちょっとあちょっと難しいかもって思ってるんですけど、まあこれもね全部あのグエンの方にちょっとお尋ねして、うん、ちょっとね攻めたいなと思いますね。12日のバンド全部教えられるから聞いてねって言われたもん。あれ相当な数あって、そうだ相当だからもう精通してんのよ彼は。ねえ、いや楽しみ。そいつがこうめっちゃ興奮してるってことは多分相当えぐいってことだから、うん、それも込みでちょっとやっぱ楽しみですね。ミッドナイト坊主のデータナイト日本。ミッドナイト坊主のデータナイト日本では皆様からのお便りを YouTube のコメント欄と Twitter の DM で募集しています。どしどしお便り待っています。さあ、今週のダービーのコーナーはちょっとね僕のターンなんでちょっと秋信の回ではないので今週のダービーはちょっとないんですけれどもちょっと申し訳ない。今週のね今週のダービーを楽しみにしてる人はちょっと申し訳ないんですけれどももうダービー終わったからね終わっちゃったか。また来年ですよダービー。そうまた来年か。じゃあまた来年のダービーに向けてもうちょっと楽しみにしてる人いたかもしれないんですけどね。ちょっとまあなんだろうな、最近結構僕が結構まあなんか皆さん生きててそのなんかプラスマイナスで考えることって結構多いと思うんですよ。うん、まあ例えばその今日結構運動したけどその分ちょっといっぱい食べちゃったからちょっとカロリー的にはまあプラスになっちゃった、プラマイプラスかなみたいな、ちょっと食べ過ぎちゃったかなとか、今月はちょっとお給料使いすぎちゃったかなみたいな、まあそういうのでね結構考えること多いと思うんですけど、最近それでいくと僕がちょっとあの夢を見まして、夢を見てどういう夢かっていうと、まあちょっと話題がねタイムリーでちょっと心苦しくなっちゃう人もいるかもしれないですけど、これあの夢の話なんで、うん、どうかちょっとあの広い心というかちょっとまあまあまあって感じ聞いてほしいんですけど、夢の話ね。そうそうそう、まあちょっとあのルルジュースジュースのダンバルルさんがですねちょっとご卒業を発表しまして、はい、あルルちょっと卒業しちゃうのかっていうなってですね、まあそういう状況なんですけど、まあ急にパッとこう僕のおばあちゃん家にいるわけですね。僕がそのルルが卒業をするその日なんですけど、その夢の中ではでその日に僕のおばあちゃん家にいるんですよ僕が。で、まあルルもいるんですよ僕のおばあちゃん家に。あルルもいる。そうだから今どういう状況かっていうと、ルルが卒業する日に僕のおばあちゃん家に僕とルルがいるんですよ。ここまで大丈夫ですか。で、まあご飯を食べたりして、でまあじゃあちょっと寝ようかなって言って寝るんですよ。で、まあただ寝たと思ったんだけど、まあ寝てなくて、ちょっとまあ12時過ぎぐらいですね。だからその日付が変わったもう卒業したぐらいのタイミングなんですけど、そのタイミングでこうルルガバッとこう起きて、で、すごいそのすごい恥ずかしい話なんですけど、すっごいこのルルにめちゃくちゃ俺キスされたんですよはい。でこれは夢の話ですからね、夢の話ですよ。でこうめちゃくちゃルルにキスされて、うわうわと思ったの。でもでルルもそしたらなんかそのもう卒業したからもういいでしょうみたいな、
そんなこと言うのみたいなさこと言うわけよ、ルルも。でうわめっちゃそのめっちゃエロいなみたいな感じで思ってたら、そのルルのこのベロがこの俺の喉の奥までこうずーって伸びてきて、で俺の喉がこう詰まってクッククッククってなって苦しくなって死んじゃうっていう夢を見たの。でそれでクッカッって言って起きたの。うわ、はあ、夢かって起きたんだけど、これってあのプラマイで言ったらどっちだと思う？これってどっちなんだろうな。だから普通で言ったらやっぱそのね、普段やっぱ応援してる、まあ、ハロプロのまあ可愛い子とね、そんななんかイチャイチャできてなんか夢だけど、うわすげえ良かったかなと思ったけど、結局俺死んでるから、そのなんかすごい殺され方したし、なんかしかもなんなら生命線短いしね。そう、これどっちなんだろうと思って、難しいと思って、このプラマイ、うん、これどう思う？さすがにプラスじゃない？さすがにプラスか。大体なんか夢そのめっちゃ鮮明に覚えててさ、こうやってパッパッって起きる時ってあるけど、うん、そのなんかその起きちゃえばもうその そこあんま辛くないじゃん。そう、ただ冷や汗やばかったけどね、マジで汗やばかったもん起きた時。もうね今暑いんだよ最近。いや違う、もう本当にびっくりして、なんかもうすっごかったね、あれは。あんなにあんなこうジェットコースターみたいなことあんだみたいな、夢とはいえ。なるほどね。夢ってやっぱ結構その突拍子もないさことだったりするじゃない。もうそもそもだって俺のおばあちゃん家に俺とルルがいる時点でさ、やっぱは夢だなって感じじゃん。そうだね。けどそんな死に方しますみたいなね、夢とはいえみたいな。でもたまにもうちょっと見たい時あるよな。いや全然ある全然ある。なんかさ、なんかちょっと声聞こえてんだけどさ、なんかまだ夢にいるような感じでさ。そうだって今回もなんならもうちょっと見たかったもん、続きというか。だけどそう、その続きとかする前になんか殺されちゃったわけだから俺。確かにびっくりやったね本当に。苦しいっつって起きんだよな。そう、その時もな、なんかみたいな、すごい殺される時の夢ってあるからな、なんか、うん、わかる。いやーそっか、もうプラスですね。これはプラスか、さすがにプラス。プラスか。だってルルめっちゃ近くで見たもん、もう本当に一昨日ね。あーコンサートで。あのルルでしょ。そうプラスだよ。プラスか。しかもこのだからそうなんか急にだから俺にキスし始めてルルが、夢でね。そう夢でね、夢の話よこれもちろん。でキスし始めて、ちょっとそんなしたらダメでしょって俺も言ったわけよ、そんなアイドルが。そう年下だからね一応ね。そうそう、ダメでしょってこう卒業もうしたとはいえダメでしょって言ってたらもういやもう卒業したからいいでしょって言ってこう強引にしてくる感じがもうたまんないなと思ったら死んでるからね。と思ったら次の瞬間死んでるからね本当に。うん、なんかなすごいな本当に。そうこれあの夢の話だからねマジで。そうさ、なんかしかも嫌なのよ。だから夢なんかさ、夢ってさそのなんかさ潜在的なさ意識がさ夢になってこうさみたいな言ったりするじゃん。なんか本当は心の底ではこういう風に思っててみたいな、うん、言うじゃない。だから俺そういうこと思ってんのと思って。言うぞ本当にお前。じゃあそういうことじゃなくて別にルルとそういうねキスがしたいとかそういうこと思ってるみたいになるじゃん俺が。だからいやそういうことでしょ。いや違うって、そういうことじゃないだろ。そう思ってんの？思ってんのかな。どうなんだろうな。マジで。潜在的にな。潜在的に。うん、潜在的に思ってんのかな。人間だって自分の脳の 20% くらいしか使えてないんじゃん。わかんないな。こればっかりは。
でもさ、出てくる時あるでしょ、ハロプロのメンバーが夢に出てくる時。ないなんか自分がハロプロのメンバーになってる時とかない？うん、あんながあるような、ないような。だから俺だって俺あるよ、その俺がモーニング娘。に入って、うん、で俺だけ振り知らない時あるもん。振りは知らないもんな。そうだって、でえ、俺今からステージ立つんすかみたいになって、そうだよみたいな感じ言われて、いやマジ分かんないです分かんないですみたいな感じだって。もうなんかバーって教えられて、いや無理無理無理ってなりながら、もう次の瞬間にはステージパッてなってて、扉開いちゃってんじゃん。そうそう、やばいやばいやばいってなりながらやってる時とか あるもん。そっか、まあでもあるか、うん、あるけどないな。見れるなら見たいしな、そういうのも。そうそうそう、だどう、けいる、いんのかな、みん、どうですか皆さん、ハロプロの夢見ることあります？メンバーになったり出てきたりとか。確かにある人はいそう。そう、ちょっとだからここまで聞いてくれるベータナイト日本ガチ勢の人で、あのハロプロのメンバーが夢に出てきたことある人、ちょっとね、僕を正当化するという意味でもコメントを残していってほしいですね。ミッドナイト坊主のベータナイト日本。はい、さあ、今週もエンディングのお時間でございます。はい、さあ今日はどんな夢が見れるかな。あー、そうだね、しまいに夢の話したから夢の話か。うるせえなパソコンがよ。あー、うーってなってるよ今。うん、うるせえな、久しぶりにそのやつ聞いたけど。いやー、さっきは大丈夫だったんだけどね、ちょっと夢見がちだからさ。夢見たいよって言ってんじゃないのパソコンが。よくないよな、よくないな、ちょっとパソコンはダメだな。そんな面接の時は意外と我慢してくれるんだけどね。あ、そうなんだ。本当にね、今うーって多分アキノブのパソコンがうーって今言ってるので、アキノブミュートにしてるから今一人喋りみたいな感じだったんですけど、で今秋野めっちゃ笑ってます、めっちゃくちゃ笑ってるんですけど、これどうすればいいのマジで、このエンディング一人でやるの。閉めてよ。もう閉めちゃう、もう閉めていい。今夢、痛い夢か。でもやっぱさっきあのね、あの秋野さんっていう方がいらっしゃって、うん、俺の他にね。あ、シンプルなね、ミッドナイトボーズの秋野じゃなくてシンプルな秋野さんがねいたわけですね。そうだから、そのおかげでなんかホマレがさ、秋信さんありがとうございます、秋信ちかわいい信ちとか言ってたの。リミスタでね、リミスタ ね、そう、それをね、あのホマレの目の前で聞ける夢がいいかな。確かに秋信ちってだって結構な、信ちなんかみたいでいいよな結構。よくないよ。秋信混ぜたら秋信淵みたいになって結構いい感じかもしれないですけどね。あー、ピオロ大変だな。ちょっと3つ4つカットしないと。ちょっとピオロさん、ちゃんとあの編集を施した上で、全世界へ公開していただきたいですね。いや、もう彼も就活中なのに、うん、ちょっとすいませんね、仕事、お仕事増やしてしまって申し訳ないけれども、ちょっとお願いします。さあということで、アキラムのパソコンがちょっと元気になってきたところでお別れしたいと思います。今宵も素敵な夜をお過ごしください。それではバイチューン。